バッチャン家はインドのボリウッド映画で活動する俳優一家。一家の主はアミターブ、バッチャン。主な家族としてアミターブの父ハリバンシュライ、バッチャン、母テイジ、バッチャン、妻ジャヤー、バッチャン、娘シュエータバッチャン、なんだ、息子アビシェイクバッチャン、アビシェイクの妻アイシュワリアーラーイがいる。アミターブとアイシュワリアーは2007年にタイム氏の最も影響力がある。 インド人に選ばれている。カプール家とは遠赤関係にある。バッチャン家はペルシア語や複数のヒンドゥスターニー語に精通したカーストの出身である。アミターブは詩人ハリバンシュと定時の息子として生まれ、女優ジャヤーと結婚して娘シュウエータと息子アビシェイクを設ける。シュウエータはラージカプールの孫リトナンダの息子であるニキールナンダと結婚し、バッチャン家は カプール家と遠石関係を結んだ。一方、アビシェイクはアイシュアリアーと結婚し、娘、アーラディアを設けた。一家はムンバイにある二つの屋敷に居住しており、この屋敷はジャルサ・バンガローと呼ばれている。アミターブの兄弟、アジターブには一男三女がおり、次女ナイナはクナルカプールと結婚している。ありがとうございます。